東京ヘッドラインをご覧の皆さん、こんにちは。ウルフアロモリです。リーダーのりょうじです。ギーです。ヒロトです。鈴木です。ローリングストーンですね。はい、この曲のテーマを教えていただければと思うんですけれども、人をこう石ころに置き換えて、こう石ってこう転がっていくと、どん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 角が丸まって、すごく丸くなってしまうっていうのもそうなんですけど、人もそれはすごく一緒だと思っていて、人生の中でこう経験だったり、根拠のない自信からスタートしても、こう経験していくとどん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 こう丸くなっていきがちだと思うんですけども、本当なんかローリンストーンズとあるように、転げ落ちるというよりかは転げ上がっていくような、そんな人の背中を押せるようなド直球応援歌になっております、はい。MV では昔の映像だったりとか、そのオーディション中の映像だったりとかを結構使わせていただいてるんですけど、まさかの上半身を脱ぐっていう、はい、はい、まあ、シルエットだけなんで、そういうよりシルエットが入るように上半身裸で撮らせていただいたんですけど、あれブルーライトで見ると見えるっていうあれのギミックは、そうなの？初めて知った。変な冗談言うな。ちょっと焦ったせいもびっくりした。冗談ですよ。若干この辺とかは若干見えるかもしれないですね。そうですね、見えてた、うん、ちょっとパンプアップしてましたもんね、うん、撮影前にちょっとこれちょっと腕立てしたり、熱い映像になってるんで、はい、ぜひ MV も楽しみにしていていただきたいです、はい。じゃあその MV もブルーライトメガネとかシルエットにも注目ということで絶対見えない見えない、何も見えない。メインで MC ライブとかにさせていただくこと多いんですけど、うん、やっぱり入りのテンション感とか、そのやっぱライブを盛り上げる中でめちゃくちゃ大事じゃないですか、うん、でやっぱり自分で上げきってるって思っても、やっぱりお客さんから見たらそう見えない場合もあったりしますし、入りのテンション感でやっぱライブのテンションって決まると思うんで、そこでうわちょっとテンション低かったなみたいなとか、うん、なんかライブ終わってやっぱメンバーからアドバイスとかもらったりすると、全然足んなかったなって自分で思ったりすることもありまして、ライブ終わった後とかでやっぱりすごい悔しいなって思う気持ちもあったりして、そこからなんかまたさらに上がっていけるように、なんかすごい自分で反省して次のライブに挑むっていうのもあるので、ライブ後とかすごい反省しますね。ガチのエコガチだね。最近よく物をなくしちゃいます僕は。無視してるね。確かにサングラスなくしたとか言う、はい、見つかったんですけどサングラスでも最近友達に作ってもらった地元のアクセサリーがあってなくしちゃったんですよ。また、まあ、だからまた見つかるといいなって思ってます。もうまたあめちゃくちゃそれがショックですね。まあ、思い出したらショックだから忘れてたのに。思い出しちゃった。そうか。力お願いしますよ。お願いしますよ。ここはもうあれですね。研究家。あと探求心、これは負けないですね、きっと。本当に毎日寝る前にウルフがスタジアムに立つためにどうしたらいいかっていうのを考えながら、 YouTube だったりとか楽曲を聴いて想像するとか、あとメモに残したりとかっていうのはもう毎日毎晩やってるんで、多分毎日やってる人はこの中にはいないと思います。好きなんですよね、多分単純に音楽聴く時間が好きですし、まあ、趣味でもあるんだと思います。まあそこは負けられないですね。それすごいと思います。素直にすごいと思います、うん、素直に素直にすごいと思います。素直素直素直にすごいと思います。はい、僕たちウルハウラハーモニーの新曲ローリンストーンズが、各配信サイトにて10月11日から配信されておりますので、ぜひ皆さんダウンロードして音源チェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。